お腹空いちゃうよ。やばい、きつい。やっぱ甘いものって最高。バカじゃないの？お腹いっぱい、マジ。今回、いや、一番きつかったかも。さん、はい、クレーマーグーです。おはようございます。ウラです。エアです。サミです。はい、というわけで今日はですね、はい、私たちの大好きな企画、ウーバー企画です。イエーイ、大好き。でも、前回やったのが結構前なのか。まあ、私たちも好きだし、あの見てくれてる方もなんかやっぱ食べてる時に一緒に見たりとかしてくれてんだって、うんうん、で結構好評だったので、うん、やってたんですけど、最近ちょっとやってないなっていうことで、うん、第何弾ですか、これも5ぐらいですかね、第5弾ということで、まあ、今回もバラバラの家でね、うん、はい、別々でやるんですけれども、頼むものを固定したいと思います。うわ、と前はもし固定するってなったらってなって、甘いの、うん、炭水化物、辛いのをもう専門的に送る、うん、1枚も送るみたいなことをやったんですけど、今回は中華、和食、洋食で分けていきたいと思います。いい、めちゃくちゃいい。あのウーバーの、うん、あの欄にもちゃんと和食、中華、洋食っていう欄があるので、うん、その中からそこに入ってるものだったら OK です、うん、はい、なので、あ、これ洋食だからパスタのとこから選ぼうじゃなくて、うん、もう洋食の中に入ってるところから選んでください。はいはい、だからたまに洋食選んだのにとんかつが入ってるんで、それもあり、別にもうそこに入っちゃってるんだったら、ウーバーの認識としてそれが洋食になってるから、うん、OK、はい、ということで、だから何、誰が何を頼むかを今ここで決めたいと思います。じゃあじゃんけんで勝ってきて、okay、 あ、じゃあ好きなの選べるみたいな、それ、うん、OK、 ね、二の腕っておっぱいと一緒って言うけどさ、え、そう、本当かな、何が柔らかさが、うん、あ、でも確かにそうかも、かわしかね。最初はグー、じゃんけんぽい、やったー。最初はグー、じゃんけんぽい、やったー。はい、和食。おお、バカ、え、なんでバカ、和食、和食がいい、だって自分はそれ食べないんだよ、うん、え、そうなの？そうだよ。え、でも決まった。イエーイ。だから言わなかったんだよね。嘘。そうそうそう。え、でもうち中華やだもん。いや、私中華頼みたいです。え、本当？やった！お願いします。私ちょっと中華あんま得意じゃないんで。あ、逆に？うん。ね、違う、洋食ね。そうそうそう。あ、オッケー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 。ハンバーグとか好きだもんね。そうそうそう。オッケーオッケー。だから、A ちゃんはうちらに和食を送ってくださいね。お願いします。はい。では早速、明日なんでね、はい、朝から1日かけてやっていこうかなと思います。はい。それでは行きましょう。せーの。マグネ！おはようございます。あさみもいいです。ってことでですね、今の時間が9時48分。ってことで、多分さっきウランから LINE 来てたから、ウランは起きてんのね。なんで、まあ、まずウランに頼んでみようかなみたいな感じかな。私中華担当なんですよね。ウランはね、中華好きなのはね分かってる。ラーメンとかもあるし、とりあえずウランにね頼みます。焼き小籠包とかある。うわ、エッグタルトか。エッグタルトって大好き。ウランもね、エッグタルトは好きだよ。なんで、エッグタルトと焼き小籠包。おはようございます、ウランです。というわけで、まあ、ちょっと私は1時間前ぐらいに起きてたんですけど、2人に LINE しても帰ってこなかったから起きてないなという判断でまだ送ってませんでした。はい、とっちゃんもトトです。おはようございます。トトも朝からご飯いっぱい食べました。てなわけで、早速2人に頼んでいこうと思います。あさみさんも起きてるっぽいんですけど、まあ私洋食担当ということなので、サラダは絶対食べないと思うんですね。まあ、朝なんでね。あと早く届くところを考えまして、1回目はあさみさんに1300円分送りたいと思う。あ、1400円か。1400円送ります。で、もうこれでエアちゃん起こしていかないと私にもう届かないので、届けますね。おはようございます。一発目は10時25分頃到着を予定しております。告知完了。あ、ウランからボイスメッセージが来ました。おはやふございます。一発目は10時25分頃到着を予定しております。だって
あと30分くらいかなって感じかな。とりあえずエッグタルトだけ頼むか。まだ時間があれなんで、あんまり店がやってないですよ。とりあえず私甘いの担当みたいなとこもあるから、エッグタルトね頼みますね。はいはい。あ、やば、エッグタルト1個なのに1000円もかかっていて草。おはようございます。一発目は終始3週5分に届く予定です。じゃあ次エアちゃんに洋食ね。エアちゃん多分ね普通に洋食弱い。朝は軽めにサラダとかにしてあげましょう。タコライスとか、タコライスいいね。あ、うま辛タコライスっていうのがあるのでこちらを頼みたいと思います。あ、あさみさんからちょっと届いたので聞いてみます。おはようございます。一発目は終始3週5分に届く予定です。あと30分くらいあるんだけどお腹空いちゃうよ。 A ちゃんさ絶対起きてないの。一回起こすわ、とりあえずね。あ、起きないです。おはようございます。ってことで一発目が届きました。一発目ウランさんからこちらバーガーキング。ハンバーガーも洋食か。ダブルベーコンだって。多分このねウーバー企画は一発目が一番幸せなんですよ。なんで一発目ね大事にしていきましょう。ウーロン茶。メイが多分自分でバーガーキング食べるってなったら絶対ダブルベーコンとか頼まないから、これもなんか企画ならではですよね。もう今10時半くらいになるんですけれども、ウランの家にねそろそろ第2弾頼もうと思います。で、まあ、ちなみにエアさんなんですけれども、まあ、当たり前のように寝てるので、まあ、起こすのはかわいそうかなって思ってます。やっぱね睡眠を邪魔されるのって一番嫌じゃないですか。まあ起きるの待とうかな。でも早めにあの和食の方を送ってほしいです。エアさん、やばい、とっちゃんがかわいすぎる。いつもね自分でこうやってコロンってしてるの。とっちゃん、ラーメン、ラーメン、ラーメン、いただきます。うわ美味しそう。ベーコンいただきます。うん、え、美味しい。染み渡る。まあ一応中華のランから探すってことにはなってるんですけれども、まあ明らかにラーメンは中華なんで、ラーメンで今調べてます。朝から好きなものを家にぶち込むなんてこんなに幸せなことはない。でもメイはあわよくばその甘いものを送ってほしいなって思ってます。洋菓子とか、まあ和食も和菓子あるんで、私甘いの大好きなんで欲しいな。メイね、自分の市場なんですけれども、もうずっと食べたいものがあってそれを送ってほしいなっていう。なので裏に電話してみます。もしもし、リクエストいいですか。どうぞ。クリスピークリームドーナツ。それは洋食ですか。洋菓子ですよ、ドーナツは。クリスピークリームドーナツのスイートアメリカンボックス。なんだって。クリス、クリス松村ふざけんな、朝から。ちなみにウランさんは何ラーメンが好きですか。味噌ラーメンです。あ、味噌ラーメン、オッケーオッケー、かしこまってます。今1600円送ったからもう5000円使いました。で、うち1個も食ってないから今から食います。はい、ちでたまた。失礼します。リクエストを送ることに成功しました。うん、ごちそうさまでした。ってことでエアに頼みます。エアがなんか中華のイメージあんまないんだよな。ラーメンはよく食べてるけど、中華って基本油っぽいもの多いじゃないですか。だからなんかどっちかっていうとエア苦手なイメージ。チンジャオロースって言ったっけ、エアが好きなの。じゃあチンジャオロース頼みます。うわ、中華で1万円って結構重いもんね。注文確定。ってことでですね、まあ私はちょっと今から一瞬郵便局に行かなければならない。なのでまあ行ってみたいと思います。それでは失礼します。みんな一個言い忘れたけど、まあ今日の Uber1 万円企画の、まあ、真の目的なんですけれども、真の目的は私のうんちを出すっていうところです。腸をね動かして活発にさせてうんち出そうよっていう、そういう企画なんで、まあ、別に勘違いしないでください皆さん。まあ、ウーバー1万円いっぱい食べる姿見たいよって人もいると思うんですけれども、まあ真の目的はそこじゃないんです。真の目的はうんちを出すっていうところなんで、まあ、勘違いしないようにお願いします。
エアちゃんのがそろそろ届くから起こさないといけませんね。なんで出ないのこの人。なんか届いたけど、あいつ中華やな。なんかすごいちっちゃいの届いたんだけれども、あいつ中華担当やんな。なんでエッグタルト。でもうまそう。いただきます。うん、めっちゃうまい。でも朝から甘いの、ね、ラーメンとか食べたい。ごちそうさまでした。しょっぱいのがいい。まだ3ヶ月ちょっとです、お願いしますって。脱力系です、この子は。エアちゃんのところにもうすぐ届くんですけど、エアちゃんが起きてくれません。皆さんどうしたらいいと思いますか。エアちゃんをどうやって起こしたらいいと思いますか。早く食べたい。さん、はい、クレマグです。おはようございます、エアです。眠すぎる。で、ウランから何件か電話かかってきてて、私目覚ましだと思ってなんか多分切ってたんですね。で、ウーバーで起きました。まあ、ウランさんたちに、私は食担当なんで、そちら頼んでいこうと思います。ウランさんにはちょっと、まあ、牛丼をプレゼントしてあげようと思います。問題のあさみさんですね。あさみさんにはおにぎりを2個で、唐揚げ付きの汁物もついてるやつ、ウーバーします。じゃあちょっとウランから届いたものとあさみから届いたもの開けていきます。え、見て、タコライス。洋食誰、あさみ。わけわかんねえや。どっちがどっちだっけ。あ、違う、中華があさみだよね、確か。うわ、米食べたいと思ってた。しかもチンジャオロース、見て、大好き。やばい、チンジャオロースマジずっと食べたいと思ってたや。わーい。このチンジャオロースの方があさみさんからですね。私本当は和食を食べたかったんですけど、間違ってなんか自分が和食単調になっちゃって、あ、米食べれないって思ってたけど。乾杯。くー、いただきます。ありがとう、あさみ。やばい、マジうまい。感動してる。これやばい。はい、ってことで、まあ、今郵便局の方から帰ってきました。そしたらですね、まずこのドーナツ、私がリクエストしたドーナツと、これはおそらくエアさんからの商品が届きました。まあ甘いのはデザートってことで、先にこの和食の方を食べます。唐揚げ、スープ、鮭とツナ、おにぎり、わって感じ。いただきます。ってことで、ウランとエアにもまた頼んでいきます。もうお昼なんで割と店が出てるはず。とりあえずウランはラーメン、ウラン味噌ラーメンっつったよね。人気ナンバーワン味噌ラーメン、これでしょ。はい、というわけで多分これはエアちゃんだと思います。牛カルビ丼が届きました。牛カルビを初めて食べるんだけど、絶対うまい。いただきます。しょっぱいのが食いたかったんよ。ありがてえ。姉ちゃんやっと起きたからさ、今から1万円使うじゃん。結構いろんなの送られてきそう。うちあと5000円分だからさ、もうちょっとしてからにしようと思うけど。和食ってさ、寿司とかも和食だよね。寿司欲しい、寿司。あさみちゃんからも今日来るじゃん。それが怖い。ラーメン来るって言ってたもん。うん。お疲れ様でした。ちょっとペースダウンしてほしい。急にお腹いっぱい。なんかちょうどいい朝ごはんって感じだから、できればあと2、3時間後に来てほしい。なのわけで私あと今日の動画を仕上げなきゃいけないので、ちょっと待っててください。ねえ、とっちゃーん。エアはさっきホイコーローを頼んだから、結構ガツンと来てるよね。何がいいか聞いてみよう。もしもし。もしもし。届きました。
届きました。それで今食べてます。次何がいい？醤油ラーメンが食べたいです。かしこまりました。あさみさん次何食べたいですか？和食の中でも和菓子お願いします。はい、失礼します。失礼します。え、てかめっちゃある。これ和菓子なのってやつもある。なんかカヌレ、カヌレって絶対和菓子じゃないよね。まあこれに入ってるってことは和菓子ってことだよね。めっちゃ美味しそうなのある。いちご大福ある。いちご大福なんだけど。はい、決まりました。あさみさんにはいちご大福のこしあんと濃厚カスタードを頼みます。なんかウランさんにも届いたっぽいんで次の頼んであげようと思います。ウランも次は和菓子にしてあげよう。うん、え、たい焼きもある。たい焼きにしてあげようかな。ウラン甘いのあんま好きじゃないしな。やっぱウランには普通にご飯買うんだけど。うん、ウランの好きなラーメンがなんと和食に入ってます。頼んであげよう。ウランにはウランがいつも食べてる大好きなラーメンを頼んであげます。ウランさんにラーメン頼みます。1457円。結構するんだね。久しぶりにやるこの企画、最高ー。完食、やばい、うまい。なんか私、まあここだけの話、結構自分の目ってすごいコンプレックスの一つなんですね。メイクとかもできるだけキラキラパッチリすごい生き生きしてるっていう目を作りたくて、いつもそんなそれを掲げてアイメイクしてるんですけど、私よく言われるのがなんか目に光がないみたいな、よく言われるんですね。まあちょっとかっこいいなって思う人がいて、ここだけの話ですよ。うわ、この人マジでちょっと顔タイプかも実はいたんですよ。で、うわ、これはもう来たかもしれないと思って、好きな女のタイプみたいないろいろ聞いてたんですよ。そしたらなんか全然自分とかけ離れてるっていうか、なんならその人になんかさ、なんか病んでるよねみたいな、病んでないんですけどみたいな、目がすごい病んでる、なんか光がないよね、なマジムカついたよね。しかもその時バッチバチのね、自分史上最高のアイメイクだなって思ったの。すごい生き生きした目今してるわと思ってたんだけど、なんか死んでたみたいで、どうしたらいいか分かんない。失礼な男だ。誰があんなやつ好きになるか。ひどい話だ。よく女の顔面に文句言えるよな、ブーナ。ボコボコにしとこう、あいつ。じゃあ私は今から編集しようかな。一回トイレ行きたいです。皆さんすみません、一旦トイレ休憩挟みます。今回はちょっとあんまり嫌がらせがないですね。まあ別にしなくていいんですけど。ということで、醤油ラーメンって言われたんで調べてみます。唐揚げくん、いただきます。お前うまいな。おいしいね、さっちゃん。とりあえずこれ頼みます。エアにラーメンと半チャーハンのセット。なんか私この前のウーバー1枚の時は甘いもの担当だったんですよ。で、甘いものって結構値段が安めなんで何回も何回も頼んだんですけど、今回1回がね結構多めかも、値段が。あ、今6400円使ってる。ちょっと一旦頼むのはね休憩します。はい、ナナさん、私は寝てませんよ、編集してたんです。ってことで、あさみさんから何か届いたみたいなの食べに行っていきたいと思います。皆さんご覧ください、ラーメンです。コーラも入っています。わあ、味噌だ。どこのラーメンだろう。いやー、もう味噌ラーメンは任してくださいよ。うん、うんふん、めっちゃ好きなんだけど、この感じの味噌ラーメン。どこどこ、店どこ。あた、やばい、なんか今もウーバーだったんですけど、麺っぽいもの持ってた気がする。え、うどんとか来ることありえるよね。でもこれマジでうまい。これどこの、本当に結構時間が空いてないんですよ。さっき食べて20分ぐらいしか経ってないから、まあまあ溜まっているお腹に。コーラもつけてくれるとこありがた。でもうま。はい、ということで、無事トイレにね30分近く滞在しておりました。その間にですね、これ多分あさみさんからなんですけど、ラーメンとチャーハンが届きました。ありがとうございます。すごい炭水化物パラダイス。うん、うまっ。
なんか最近全然生理前じゃないのに食欲がやばい。ウランにはね、もう次頼むの決めてます。やっぱなんか和って言ったらモナカじゃないですか。でモナカにしてあげようかなって。なんか最近みんなが面白いなって思うネットフリックスで見れる映画みたいな、ま、ドラマでもあったらぜひ教えてください。なんか最近も見るものなくて何見たらいいのか分かんなくて、みんな教えて。じゃじゃーん、甘えん坊。ワンちゃんとかそういう動物に甘えられるのはすごい好きなんですけど、男の人に甘えられるのがあんまり好きかなくて。あ、男の人っていうか、まあ、彼氏さんとか甘えさせてくれる彼氏がいい。どうしたらいいか分からなくなる。対応に困る。やばい、きつい。でも今から2人から届く。ラスト一口いただきます。うんふんふん、おなかがすってきつくて何も入りやしない。やばい、マジでお腹いっぱい。次何届くんだろう。この一人画角の動画でどっちが本当のメイちゃんなのかみたいな論争がされるんですよ。その3人で動画撮ってる時のあんま喋んないのが本物なのか、それとも一人画角でいっぱい喋ってる私が本物なのかみたいな。別にどっちも本物ではあるんですけれども、なぜ一人じゃない時に喋らないかっていうと、喋る必要がないからです。大人数になればなるほどですね、別に私が喋らなくても成立してしまうのではないかという考えがあるわけです。でも一人画角で私がその3人でいる時のようにずっと喋らず真顔にいたら、それはちょっと意味がわからない映像になってしまうので喋っているっていうだけです。なんでまあ基本人といる時はクレマグ3人の動画の私、この1人でいる時だからいっぱい喋ってるだけで、別にここに誰かがいたらそんな喋んないですしっていうね感じです。うん、ごちそうさまでした。ってことで続いてこちらのドーナツ食べていきたいと思います。オープン。わー、見て可愛くない？めっちゃ食べたかったのこれ、マジ嬉しい。ウランありがとう。まずはじゃあビターって書いてあったこのハーシーズの方から、ではいただきます。うん、これは甘党大歓喜の味です。やっぱ甘いものって最高。私ミスドの食べ放題行った時は1時間でドーナツ12個食べれたんですよ。なんで結構ポテンシャルは高いと思います、甘いものの。ちょっとずつまず食べてみます。次オレオ。あ、うわ、オレオうまっ。味はもちろん美味しいんですけども、食感がなんかふわふわしている、細かく砕かれていることによって美味しい。これてか皆さんに一個言っとくと、なんかもうすぐうんこが出そうな気がしてる。なんかちょっとそんな予感がしてる。ではこちらもいただきます。甘い、甘党でも思うぐらい甘い。メイの一番お気に入りはこれかも、オレオ。ちょっとお腹いっぱいになってきた、プラス絶対もうすぐ出る。なんでちょっと私はトイレで戦っていきたいと思います。これで取るね。言うてやっぱり洋食っていうとハンバーグが多いんですよ。だからここでドドンとどでかハンバーグでも食ってやろうかなと思ってます。オムライスとかでもいいんですけど、まあ、とりあえずドデカハンバーグ送ってやろうかなって思いますね。はーい、ドデカハンバーグ、ドデカハンバーグ、ドリアにします。はい、ということでですね、先ほど、まあ、トイレに行って戦ってきましても、それはそれは巨大なのが出ましてですね、もうなんかお腹もぺったんこって感じになりました。これが届きましたので、エアさんからいちご大福ですね。これを食べていきたいと思います。美味しい。ウランから次何食うんだろう。洋食でしょ。洋食好きなんですけど、結構もう一人前でお腹いっぱいじゃん。できれば軽めのものか、もしくは甘いもの。甘いものならまあいくらでもいけるかなみたいなところはあります。最後の一口。これはウランから送られてきた、わーお、じゃじゃーん、グラタン。美味しそう。私あと2000円残ってるんですよ。でその2000円をちょっとどうやって使おうかなってずっと考えてて、なんかとりあえずあんまりね大きいもの頼むともうすぐ使い終わっちゃいそうなんで、まあじっくり使いたいから、エアに一旦150円のお口直しザーサイを頼みました。まあとりあえず食べます。いただきます。うん、うまっ。
ドリアだ。とりあえず2人に何が食べたいかリクエストは聞いてみますね。炭水化物じゃないのが食べたいらしいです。エアさんは餃子にしようかな。じゃあエアは完了しました。ちょっと何届いたか見てこようか。絶対エアだよね。届きました。絶対うどんだ。うわ違う。え、なんでなんで和食で辛麺が送れるの。ウーバー企画、毎度おなじみ宮崎辛麺が届きました。これスープ後で温めて後で食べよう。え、誰が送ったの。ハサミ2回連続で。ちょっと皆さん、なんか不思議なものが届きました。これはね、そうだね、ハサミだね。これさ、こんな注文の仕方あるんだ。めっちゃ辛いのね。しかもこれだけ。いや嬉しいけど、大好きだけどさ。でこれが多分裏。うわー出ました、炭水化物オムライス。うらん、いやはね、すごい食べたよ。チンジャオロース定食にラーメンとチャーハン、あとタコライスも残ってるし、このオムライス、まあ、雑菜は、まあ、デザートとして。じゃあ、あさみさんには今からプリンを頼んでいきたいと思います。あさみさん、いらっしゃい。喜んでくれるか。にゃー、今9053円使ったんで残り1000円くらいです。と記憶を君を愛せるか、本当に君を守れるか、空を見…はい、ということでお腹がちょっと落ち着いてきたんで、今からまた食べていきたいと思うんですけども、私さっきトイレ入ってたんですね。ちょっとまあ、いっぱいまた出たんですけど、お腹を休めてる間にこれが届いたんですよ。あ、で、あさみさんからは餃子が届きました。これ誰だ。皆さん、私よくまつげについて聞かれるんですけど、私まつげパーマの方してます。見えてる。まあ、まつげの方は美容液でまつ育してて、まあ3週間に1回ぐらいかな、ハリジェンヌラッシュリフトっていうまつげパーマをやってます。すごい質問来てたんでこの機会に答えました。でも私が今までいろいろやってきた美容の中で一番やってよかったなっていうのは眉毛アートで、2番目がまつげパーマかなっていう感じです。眉毛アート、こんな、これ今何も化粧してないんですけど、もう眉毛ができちゃってるっていうね。本当の眉毛は多分ここら辺までしかない、半分ぐらいしかないんですけど。私がもし男の人だったら好きになる女の子のタイプは可愛い系、絶対にって思うんですよね。てか私が今この今世で生まれてきてこの女としてやってるんですけれども、可愛いって思うのはやっぱアナウンサーみたいな老若男女に好かれるような感じの方が、うわ可愛いなって思うんですよ。愛嬌がある人ってやっぱ強いなっていう風に思いません。結局この世は愛嬌かな。はい、グラタン食べ終わりました。あざとー、こいつあざと。と一緒にお昼寝したいと思います。多分これエアさんから届いてる、こちら。あ、プリンだ、美味しそう。イエーイ、プリン届きました。てかウランから連絡来ないんだけど寝てんのかな。てかこれエア、プリンって和菓子か。いただきます。うまっ。うわ、え、うまっ、濃厚。ウランマジ100寝てる、あいつずって起きろ。お花が長いのね、そうよ母さんも長いのよ。 OK ってことで私の1万円使い終わりました。イエーイ。ということであとは食べていくだけです。プリンごちそうさま、美味しかった。ちょっと横になろうと思ったら1時間ぐらい昼寝してました。そしたらなんかタピオカと自分で作るモナカ的なのが届いてました。最後頼もうかな。あと3000円残ってるんで2人に電話してルーレットを回します。もしもし。はい、スタートとストップお願いします。スタート、ストップ。はい、了解しました。あなたはこれに決定です。というわけで最終のものが決まりましたので今すぐお届けに参りたいと思います。私はもう頼み終わったのでウランさんにあげるのはそれが最後なんですけど、ちなみになんかウランさん寝てるだろうなって、なのでちょっと
お仕置きの気持ちも込めて大盛りにしました。失礼いたします。ではあさみさんは皆さん見ましたね、ハンバーグに決まったので今からハンバーグを頼みたいと思います。チーズハンバーグにしましょう。1500円です。ちょうどいただきます。うん、うまっ。分かってる。これタピオカは絶対甘さなしで頼むのね。なんでかっていうと他のものが甘いじゃないか。で食べるときにちょうどいいのよ。やっと来た。もしもし。もしもし。ちょっとあなたにお願いしたいことがあります。え、何ですか？スタートって言ってください。あのちゃんとこれ願いを込めてやらないと後々苦しみます。オッケー、スタート。あっ、あーというわけでエアちゃんが選んだのはこちら。何ね、皆さんこれ苦しむか苦しまないか、まあ、エアちゃん次第って感じですけれども、まあ、いやこれ選びたかったなっていうのもあるんですけど、まあ、ギリギリのところでこちらに決定してしまいましたので、今からそちらの方送らせていただきます。はい、わかりました。注文は私ここで終わりです。はい、これ自分で選んだんで、うちが選んでないですからね、文句言わないでください。じゃあ開けてみます。バカじゃないの？チャーハン大盛りが届きました。どういうこと？せめてチャーハン普通盛りとおかずにしろよ。またなんか辛くなったらおいで。わかった。頑張って。バイバイ。バイバイ。私は使い切りました。まあじゃあ寿司頼んであげようかなって思います。でもさ、1000円で寿司って頼めないよね、多分。なんかこれ1貫だけのやつとかあるから、つぶ貝、サーモン、ハマチ。3貫頼みました。これで1250円、1万307円で私も終わりました。じゃあこちらをウランさんに頼んでいきたいと思います。ちょっと見えないエアが。でウランもアサミも使い終わったらしいので、これからウランから届くもので私は終わりになります。ウランさんからですね、これは届きました。結構がっつり系な気がしてます。じゃじゃん、わーお、ハンバーグ弁当です。重っ。ウランはもう使い切ったらしい。なんでこれで最後ですね。いただきます。うん、美味しい。私はこの休憩中に学校の課題をやってました。エアはもう届かないらしい、うちには。ってことで私最後です。これちなみにこれはね、このピンはパパラピーズの田中がちゃんのブランドのピン。可愛くない？これなんか一回 TikTok かなのコメントで、あさみめいちゃんちゃんと食べてますかみたいなコメントをいただいて、でそれに対して違う方がコメントで、あの前動画で結構食べてましたよみたいなことをなんか会話してたんですよ、あの視聴者の方同士が。そしたらなんか、まあちゃんと食べてるんじゃないですかみたいな誰かが言って、そしたらこいつはスイーツとお菓子ばっかり食ってるみたいな、なんかそういうことを書かれたんですけど、あのそれはあの本当です。お菓子と甘いものばっかり食べてますね。てかやばいです皆さん、今日私9時に起きたじゃないですか。1食目食べたのが10時半なんですよ。で今3時半なんですね。5時間でめちゃくちゃ食べてる。やばいやばい、詰め込みすぎている。はい、ということで全然何も変わってませんけど、ただいまの時刻4時です。私の残りチャーハンとタピオカと宮崎カラメン、このモナカ2つ、あとエアちゃんからラストが届きました。寿司だ。寿司3貫超可愛いんだけど、なんかやっと和食っぽいのが届いたって感じですね。寿司食べます。うまっ。自分的にもお寿司久々なのね。うーん、感動がすぎる。やばい、マジでうまい寿司。トトです。トトです。今日多分食べ始まったのが11時ぐらいだと思うんですけど、多分これ全部食べ終わるのにあと、ね、かかって1時間だと思うんで、5時半ぐらいに終わるとしたら7時間ぐらい食べてます今日。サプライス食うか。え、結構辛い。おいしい。でもはい、それではですね、ちょっと今はやっぱり食べられないみたいなんで、一緒休憩していきたいと思います。まだ無理だった。これ見て、カスタードなの。あ、来た。ウランの絶対来た。見てこれ、この大きさ見て。でもなんかちょっと軽いのよ。うわやだ、見たくない。え、
私が想像してたのと全然違うのが届いた。私なんかちょっとな予想だけど粉もんかなと思ったの。これハンバーグだよね。絶対なんか炭水化物来るなと思ってたら全然違うもんでした。やったー。今日私が食べた中での MVP はあのウランが送ってくれたドーナツのオレオです。あれめっちゃ美味しかった。また食べよう今度。ドーナツ食べたいな。はい、食べ終わりました。ごちそうさま。お腹いっぱい。マジマジ今回めっちゃ中華選ぶ取れてよかったわ。多分ここにプラスで中華来てたら結構来てたわ、胃に負担が。ってことでウーバー第何弾か忘れましたけどもいかがだったでしょうか。多分私最後じゃないと思うんで、まあエンディングは誰かに任せようかなって思ってます。でちょっと私はあの今から洗濯残り回して部屋の片付けして休憩してから課題再開しようかなと思います。やばいマジお腹いっぱい。あやばいやばい。そこで皆さんあの今回忘れてると思った方いないいますかもしれないですけれども今日もねあの最後とはなってしまいますが誕生日の人に捧げるハッピーバースデーの歌歌っていきたいと思います。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー今日誕生日の人、ハッピーバースデートゥいや大丈夫かな、助けに行こうかな。ワンちゃん、うん、モナカとタピオカ持ってエアちゃん家行ってあげようかなと。ちょっとエアちゃんに電話してみるね。ウランさんから電話かかってきたので今から出たいと思います。もしもし。もしもし。はい、こちら営業のカカカシなんですけれども。何それだるいだるい。じゃあちょっと助けに行こうかなって。えガチ。エアがきつそうなのを食べてやろうかなって。本当ですか、神ですか。5時半6時ぐらいですかね。随時報告します。お願いします。バイビー。バイビー。ウラン好き。てかウラン早くね食べ終わるの。でも手伝ってほしい、見てるだけじゃなくてね。お願いお願い手伝ってほしいの。残ってるのがワッフル、タコライス、オムライス、ハンバーグなんですけども、ハンバーグいける気がしてきた。いただきます。うまっ、うまいよこのハンバーグ。やっぱまだ食べれないみたい。やばいマジでお腹いっぱいだな。これお腹減ることってあんのかな。あと何時間かしたら減るのかな。すごいねこのお腹ね。やっぱりまだお腹いっぱいってことで、まあ無理して食べずにあのもうちょっと時間をかけて食べていきたいと思います。やばいマジでお腹いっぱいだ。まあでもさ、そりゃそうだよね。チンジャオロース定食食べて、醤油ラーメン食べて、チャーハン食べて、餃子食べて、ザーサイ食べて、それくらいか。食べたらさ結構お腹いっぱいになるよね。はい、ということでですね、今から私はトイレに行きます。お腹が痛くなってきたのでトイレに行っていきたいと思います。完全に食べ過ぎですね。じゃあまた食べる時に回していきたいと思います。というわけでこちらの宮崎辛麺とチャーハンを食べ終わった段階でエアちゃん家に行こうと思います。トトちゃんお留守番ね。じゃあモナカはあっちで食べる。あとこれもね。いけるよ。てかうまい、普通に。無理やりあのラーメンの後にこの宮崎ラーメン辛麺食べてたら、あーもう腹いっぱい無理ってなってたけど、全然そんなことなく食べれてるから嬉しい。私は美味しいものをきつって食べるのが一番嫌だからね。ラストでよん。はい、食べ終わったぞ。エアちゃん家に移動したいと思います。トトちゃんお留守番ね。ではまたエアん家でお会いしましょう。皆さんまたまたメイメイことアサミメイです。なんか私さっき全部食べ終わって終わりとか言ったんですけれども、あの二人が全然なんか食べ終わってなさそうな感じで
はい、なんか私だけちょっと早めに終わりすぎたかな、それで最後私の尺が全然ないみたいなのはちょっとなんか違うよなみたいなこと思ったわけですね。まあ、なのでまたちょっと別にあのもう食べるものも何もないし届いてもないんですけれども、ちょっと動画を回してみました。でこういう大食い企画とかやってるとマジめっちゃ飲み物飲むんですよ。であの今日まず朝に昨日買った 500ml のペットボトルが半分ぐらい残ってたんでそれ飲み始めて、でこの2リットル開けたらもうなくなっちゃった。なんか変な夢見て、なんか夢と現実の狭間にいた。あ、やばい、なんか、どうしてもやっぱ食べれない、知らない、それは。はい、でかくなったね、君。でかいって。いただきます。でも当てたのは君だよ。うちちゃんとデザートとコーヒーってルーレット入れたの。うわー、コーヒー当てたかった。ルーレットちゃんと入れたんだもん。コーヒーあったんだ。うん、うん、どう、どんな感じ、腹の調子。別にお腹いっぱいだよね。何歳？8月1日誕生日。もう中年男性ぐらいだよ、人間で言ったら。甘えてんじゃねえよ。見た。中年男性だよ。中年男性。あさみ早くねってか。ね。何送った？いや、あさみにあのおにぎりとお味噌汁のセットみたいな。ね、なんでそういうの送ってこないわけ？で、そういうの待ってたのさ。和食って知ってるか、お前。で、麺で言ったらうどんとかだろ。なんで宮崎辛麺なんだよ。完食。ちょっとこの人理解してないです。理解して、お願いだから。本当に何回説明すればいいの。やった、言われた。で、今日はあのナチュラルメイクバージョンでお届けしてます。まあ別にそんな大した用事もないんですけれども、まあメイク別にしなくてもいいんですけれども、まあ自分の気分を上げるためにしようっていう感じなんですよ。メイクっていうのは結局実際のところね、まあ自分の気分が上がれば何でも OK だから、美容とかね、人に気づかれないようなところでも、まあ自分が気分上がるならやる意味はあるんじゃないかなと。この後友達があのうちに夜来るよっていうことで、はい、それまでちょっと頑張って編集してみたいと思います。今度こそ本当にさようなら、バイビー。エアちゃんのオムライス最後の一口です。いただきます。うーん、ごちそうさまでした。感謝。というわけで、ウーバー交換生活終了しました。今回いや一番きつかったかも。エアだけだよ。エアだけだよ。次回はまたなんかちょっと違うルールを加えてやろうかなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。はい、最後締めて、最後締めて、ね、誰か僕に服を買ってください。あるんだけどさ、なんか最近太ってきちゃって。じゃあね、バイバイ。みんな見てくれてありがとう。エアは今からラーメンを食べようと思うよ。みんなの夜ご飯は何かな。